俳優の小澤征悦が22日放送の日本テレビ系バラエティ番組しゃべくり7、毎週月曜あと9時に出演する。東京成城での学園生活を語る。世界的な指揮者である父小澤征爾さんのことを尋ねられると、普通だったんですよと語る。小澤の小学校にたびたび顔を出すなど、気さくすぎる世界の小澤の姿が明らかになる。